光増幅機によるレーザーガイド性光増幅機とは高信号を電気信号に変換せず直接光の状態で増幅する増幅機である。光増幅機は共振機のないレーザーもしくは共振による抑制のフィードバックのないレーザーとも言える。増幅機の誘導放出で入射光を増幅する。光増幅機は光通信とレーザー物理に重要である。 レーザー活性層でのポンプ作用で、レーザーと同じ波長の光を増幅する。このような増幅器は、通常高出力のレーザーシステムに使用される。回生増幅器や、チャープパルス増幅器が超短パルスの増幅に使用される。ドープトファイバー増幅器の作動の模式図ドープトファイバー増幅器とは不純物を添加した光ファイバーを用いる増幅器である。 ファイバーレーザーにも関連する。増幅すべき光信号は冷気光とファイバーに入り、点火されたイオンとの相互作用によって増幅される。代表例は、エルビウムドープとファイバー増幅器で、赤栄ファイバーに酸化のエルビウムイオンが点火されており、波長が980十七メートル、または1480十七メートルの光で冷気することで、1550ナノメートルの信号光に、 対して、増幅作用を示す。また、長尺のドープとファイバーにより、1580ナノメートル帯の信号光に対して、増幅作用を示す。半導体構増幅機は、増幅に半導体を使用する光増幅器である。これらの増幅器は、ファブリーペロレーザーダイオードに構造が似ているが、単面で反射しない設定である。 最近の設計では反射防止膜と導光炉が斜めになることで単面の反射を0.001%以下に抑えている。共振による損失はレーザーの増幅より大きい。反動体構増幅器は通常ギャース、アルチス、インプ、インギャス、インプ、インギャースプ、インプ、インアルチスのような 3V 属反動体や 2GX 属反動体のような 直接金星大半導体で作られる。これらの増幅器は光通信システムで用いられ、波長が0.85メートルから1.6メートルで利得が最大30デシベルである。ありがとうございます。